ですね、牛角がサブスクリプション失敗と、まあ失敗って、まあ販売終了ということでね、年次ニュースが飛び込んできて、まあ僕たちもそういうビジネスモデルをしてるんで、これ興味深いなと。まあそうですね、まあこれから先どのサブスクリプションモデルっていうのは浸透していくでしょうね。これも消費行動として消費者が求めてるからね。まあ、今回のね、ちょっとまあ非常に強いオファーだったんですよね。今回販売を終了したのは焼肉食べ放題パス、通常3480円の牛角コース90分食べ放題を1ヶ月利用できるサービスで、まあ、1万1000円です。そうですね、だから食べ放題の食べ放題みたいな。まあそうですね1ヶ月間食べ放題そうそうそうやったんですけども、殺到しすぎてちょっと販売終了ということ。まあ回数制限はないということですよね。ないみたいですよこれ。まあそれはまあ、3回行けばいいわけですから。1日3回行ってもいいってことでしょ。ああ、まあそういうことですね。朝、昼、晩でいいんじゃないですか。うん、はい。で、もう1日で取れると。そうですね。うん、まあなんか、ローカーボとかしてる人は、肉だけだから。そうそう。赤身ばっか食べてたら。いきなりステーキ、ちょっと下火だからとか。そう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 。あれね、まあ玄関が付きまといますよね、こういうのはね。サブスクに安易に飛びついちゃったっていう感は否めないですね。ね、ありますね。サブスクのことについて研究して、出たのかなと思いますね。これもやったら失敗するのが大体見えるので、うん、よくね、違う飲食店とかだとアルコールとかやってるとかあるじゃないですか。アルコール飲み放題、ね、うん、はい、とかね。あとは首都圏だとコーヒーとかね。コーヒーも最初スタートしたけどいきなり値上げになりましたね。その辺は福岡にもありました、ね、あ、そうなんですね、はい。まあ、ちょっと金沢では見たことないけど、金沢はそもそもカフェ文化がないので、僕自身は結構喫茶店で仕事するとか、うん、本を読むとか好きだから、うん、喫茶店好きなんですけど、うん、カフェとかね、うん、だけど石川来た時、うん、ほんと何にもなくて、確かにないもんね、ほんとなかったんで、ないない、あ、こんなにもないもんかと思って、ない。でまあそれからまあコメダコーヒーとか、ちょっとね、そういう大手がこう入ってきてからだいぶね、できなじみとね浸透するようになりましたけど、うん、確かにそれまでは本当にカフェ文化がない、うん、確かに確かにって思いました、うん。まあ実際ね、駐車場も用意してカフェだと客単が低すぎて、まあ、低いよね。多分採算合わないでしょうね。うん、確かに低いと思う。うん、で長いすると思うし。すごい業種があって、うん、まあまあ業種って言っても大体その二十何種しかないんですけど、うん、まあその中でカフェっていうのは客単ともにもう本当に最低ランクに入っちゃうので、おおおおお。やっぱりうまいことやらないとできないですよね。だから都会、東京とかでもそのルノアールだったりとか、うん、まあ上場してますけど、うんうん、そういうところとかコメダコーヒーとか。え、ルノアールって上場してるんですか？上場してますよ。すごいですね。知らんかった。不勉強です。いや、僕ルノアール好きで、ちょっと広々としたものが。東京行くときね、うん、まあだって僕らはね電源もあれもないから、そう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 、あ、そうなんだ。いや確かに、わ、これはちょっと不勉強でした、申し訳ございません、はい、ルノアールさんにちょっと嫌い回りですよ。そうなんね。銀座ルノアール1月10日現在、うん、1115円98、53ティカゴード、うんうんうん、間違いないですね、はいそうか、そうで話戻して、うん、まあ、結局サブスクリプションっていうのは、うん、何でもかんでもサブスクリプションにすればいいっていうわけではないんですよ。ということの一番最初に流行ったのは、うん、SaaS って呼ばれるクラウド型のサービスですよね。だからインターネット上でサービスが展開されていて、で、まあ、そういうソフトであったりとかを使うことがサブスクリプションとして、うん、まあ、次は課金制で、まあ、成功した例としてよく挙げられるのが Adobe ですね。 Adobe ですね、はい、で Adobe はその当時は、まあ、パッケージで売ってたわけですよね、うん、でパッケージで売っていたんだけども、まあ、同時に悩まされていたのは、うん、やっぱりそのパッケージがすごく高い。高いですね、うん、買うのはね、うん、で高いから消費行動として何が起きたかというと海賊版が流出していて、ね、海賊版がやっぱりね、うん、どうしてもその駆逐できなかった、うん、だからアドビ側としてはやっぱりそんなに使いたい人がいるんだっていうことで、うん、まあ、実際商品に、まあ、ある程度その自分自身 の, その自信があって、うん、だからこんだけの人たちに使いたいって使って、うん、でバカってる。でそうするとフォーマットがね、例えばファイルのフォーマットとかが Adobe のフォーマットになってて、でファイル同士をやり取りできるっていう状態になりますよね、はい、で納品も形式これでって、イラストレーター形式でとか、まあ、そういうようなものになるわけですよ、うん、そうするとPDF とかもそうですね、はい、うん、でそういう時にまあ結局そんだけ人口があって、だけどその海賊版の人から一銭ももらってないので、うん、ああまあね、じゃあそういう人たちから全員からお金もらえばもっと値段が下がるんじゃないか、そうするとみんな満足するんじゃないっていう考え方があるわけですよね、うん、できるだけ安い金額で、うん、でしかも月額料金っていうようなね設定で、うん、
することで、まあ、サブスクリプションに成功したとよく言われますね。まあ、月額、まあ、安いのでも、まあ、その単品からも使えるので、まあ、ピンからキリまでありますけど、パッケージになっていてね、6,000円とか3,000円とか、まあ、そういうようなもので使えますよね。いいですよね。僕が会社を起こした時はデザイナーの人が使いたいっていうウェブコレクションっていうのを買いましたけど、あの時いくらやったかな、30-40万ぐらいしたんじゃないかな。ああ、まあしそうですね。うん。あ、やられたっけなっていう印象がありました。ソフトに30万かみたいな。フォトショップとか高いですからね。っていうのがありました。買いましたけど、もっとそれ仕事にならない、まあね。だけど、まあね、それが月額3,000円とか6,000円とかであれば、あ、それはありがたいですよね。オフィスも今出てますね。オフィス365かな。あ、そうですね。ようやくマイクロソフトは気づいた。ようやく。ちょっとお前らが強いのは Windows じゃないと。オフィスだと、いうことに気づいたんですよ、彼らは。もうそれは僕らはもう前から知ってたけど。別に Windows じゃなくてもオフィスがあるから、まあ、強いて言うなら僕は Excel があるから、Excel は紙ソフトですよ。Excel がね、まあ。僕 Excel なかったら仕事にならないですよ。いや、本当にね。多分皆さんに渡す情報の半分ぐらいが消えてしまいます。すごい Excel 使ってますからね。あの速度でこのぐらいの高度の計算が即座に出てくるっていうのが、まあすごいですね。その意味でも Google スプレッドとかもすごいんですけど。ね、多分ライトな使い方だったらあれで十分なんですけど、僕もマクロとかもそういうのもすごいですからね、会計算とかもいっぱい使うんで、Excel じゃないとお話にならないですね。確かにね、重たい Excel 触ってる時パソコンほぼそれしかできなくなるじゃないですか。だから僕はモバイルなんですけど、モバイルノートでほとんど仕事は済むんですよ、済むんですけど、そういう時に孤立だともう全くの非力でどうにもならない。いや本当に全くマウスがもうカクカクだし、ていうかもうほとんど何も押せないしみたいな。まあだからまあミスになるので動かさないですからそういうような時にはデスクトップはいるんですけど、まあ、でもそのためだけにかっていうところはまあありますね、まあせめてノートシリーズでもまあこういうようなね、時間が持つのモバイルノートだと、インテル製だと U って一番最後につくんですけど、低電力版ですね、U だとちょっと厳しいですね、せめて H がないってことはあれですね、バッテリーいっぱい持つっていうのがちょっと難しくなってくるんですが、あ、もうこれもう全然バッテリー持たないですよ。翔くんに10時間持つところ俺3時間ぐらいしか持たないといけない。確かに、ある、全然違う、もうフルパワーで使ってるから確かに僕だって7割残ってるのに、もうこの前になってましたね、ビコンビコン。そうだからそういうことが起きるんです、それは使い方なんでね、まあそれに合ったものがあればいいですけど、結局そのサブスクリプションでまた戻りますけど、そのサブスクリプションで大事なのって、まあ結局親和性があったのは、その SaaS って呼ばれる、そのインターネットと連動したもの、その意味では我々のサービスも基本的にそうなんですよ ね、 ですね。なので結構お問い合わせの中にある銀行振り込みはできないんですかとか、ありますね、ありますね。引き落としはまだしも振り込みができますかっていう、まあ、そういう方は大体そのインターネットで決済するのが怖いだったり、クレジットカードを持つのが嫌だとかいう方がいらっしゃるんですけど、もう今の時代何言ってんだっていうことなんで、僕たちの場合っていうと、そういう方に申し訳ないけどサービスとしては提供できないっていうのが、まあ僕らの回答になるわけですが、それはなぜかというと、それで人件費を落としてるから、まあ、IT 化することで提供できてる。実際アトミはパッケージを作る必要もなくなった、 CD を焼く必要、まあ、DVD を焼く必要もなくなった、インターネット上でボタンをポチッと押せばすぐ買える、あれいいですね、っていう状態を作るために、まあ、いわゆるカード決済であったりとか、まあ、即時にね、課金が情報がやり取りできるっていうものになると、まあ、そこに関してもちろんあの責任者とか監視者はいるけど、って言っても課金業務のためにオペレーターがずらっと並んでるわけではないんですよ。だからそこが人件費全くなくなったわけですよ、だって店に置いてくださいっていう営業もいらない。そうですね、でその分だけ思いっきり下がってるんで収益率も上がる。まあまあそういうことですね、そういうことが言えますよね、じゃあ実際小売りの場合どうするんだってことですね。小売りはうまいこと言ってる例っていうので、まあ、よく挙げられるのはアマゾンですね、じゃあアマゾンは定期サービスを提供しているときに、なんかその食べ放題だったりとか、1ヶ月何回でも使えるっていうサービスやってますかっていうとゼロですよね。やってないですね。やってるのはアマゾンプライム、そうですね、それと定期購入サービスっていうので、あります、一品から定期購入するっていう、ただ約束をするだけで安くなるっていう 10% オフ、で3個同時に配送させるっていう風に仕組みにすると 15% オフまでいきます、というようなサービスです。プライムの値段は国ごとに違うので、まあ、日本はまあ比較的安い金額で送料無料っていうのがついてて、まあ、翌日配送っていうのがついてると、
というような形になってますよね、うん、アメリカの方だと確か99ドルだったと思います。おお、結構します、ね、ちょっと今最新のデータかどうかは分かんないので、うん、まあ、お調べいただければと思いますが、うんうん、まあ、結構高いです、ね、すごいですね。プライムについてるプライムビデオとか、あ、ね、まあ、ああいうのは、うん、まあ、基本的にオプションのサービスっていうか、まあ言うたら長くいてくれるため の, そのサービスなので、うんうんうん、特にアマゾンは皆さんも知ってるように通常小売だけじゃなくて、うん、もうどっちかというと彼らはクラウドサービスの方が、まあそうですね、圧倒的な強さなの で, です、ね、だから、まあ、その意味では、うん、そういうサービスがあってもいいのかなっていうふうには思いますけど、うんうん、でここで、まあ、牛角のミスっていうのは、うん、なんだろうね、実際は利益率が低いでしょうね。ので、うん、そもそも氷は、うん、なのでそうするとその全部使えるっていうサービスはちょっとやっぱ親和性が少ない。だったら何パーセントオフ何十パーセントオフっていうものがいいのかな。ああ、なるほどね。食べ放題を食べ放題するんじゃなくてってことですね。そうですね。まあだから牛角の食べ放題っていうのはあるけども、うん、じゃあ食べ放題を、うん、じゃあ食べ放題がある、まあ、4000円のサービスがあるとするならば、うん、月何回使っても 20% オフとか。ああ、はあ、で、いくら、うんうんうん、これは同伴者何名まで OK。ああ、じゃあ家族も来れると。っていうような形にしておく。うん、同伴者を連れてきてくれるので、うん、で、どういうような形になるかっていうと、まあ、その人が、まあ、例えば1万円だったら1万円払いますよね。うん、1万円で 20% オフだったらさすがに使わねえか、もうちょっと低くなるかもしれないですね。うんうんうん、あ、ちょっと値段はちょっと置いといても。うん、まあ、4000のものが、まあ、20% オフだから800円引かれると。そうですね。人数まで OK と。うんうんうん。うんうん、でそうすると、まあ、人数多ければ。一人でも来るし、ファミリーでも来るわけですよね、うん。そうですね。今回失敗したとか言われたリアウィンは、一人だけのお客さんで、テーブルが使われてしまう。そうそうそう。平均的な客回転率が低くなっちゃうっていうことでしたね。うんうん、そうですね。だけど、まあ、そのサブスクリプションの契約をしてくれる人が、わざわざ自分自身に対してお客さんを連れてきてくれる。でその人たちも求めて安くしてくれれば、うん、お互いにメリットがある。そうですね。けど、あですね、あの売上自体は上がりますからね。うん、そうですね、うん。飲食店っていうのは、客単価×席数×回転率なので、うん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 、もうこれ以外の売上はないので、うんうん、だからもうどこを上げていくかですよね。うんうん、まあ、そうですね。だからこのサブスクリプションっていうのはどちらかというと客単価を下げる行為のように見えるんですけど、うん、まあ、実はあの回転率とか、うん、あの上がるし、うん、で正直、まあ、その今回は食べ放題のものは食べ放題 で, そうです、ね、っていうことなんで、うん、ただ、まあ、利用が増えれば、うん、例えば食べ放題のランクが松竹梅があれば高い方を使ってくれるっていうものになるかもしれないし、うんうん、で、まあ、食事っていうのは3食あってこういうやつは外食になって、まあ、昼か夜なの で,、うん、でそうすると昼か夜の 30日間あるとしたら60食ある中の何食うちで使ってくれるか、うん、まあ、もしくはもっと1年間で考えれば365日の700食ぐらいのものを何回うちを使ってくれるかっていうふうに計算するんで、うんうん、まあ、客単価が高い高級レストランとかだったらもう1ヶ月に1回人が来てくれればある人が1ヶ月に1回来てくれればもう完全元取れるので、うん、まあ、そんなことはまずありえない。そこは厳しいですね、はい、うん、まあ、こういうところであれば1ヶ月に1回来てくれれば多分普通に行けると思うんですよね、うん、そういう意味でもそのくらいの形にする。ただインパクトがないとやっぱサブスクリプションは全然効果がないので、まあ、そうでしょうね、はい、うんうん、定期サービスっていうのはやっぱりどうしても人間は抵抗力があるんですね。うちのその会員制サービスもそうですね。あの基本的にはやっぱハードルが高い、高いですね。ハードルが高いっていう人と圧倒的に安いっていう人と二極化に分かれるんですよ。すごい分かれますけどね、本当に、うん、でそれは何かっていうと、うんうん、まあ、そのサブスクリプションのサービスが魅力を感じているかっていうのももちろんあるんですけど、うん、ファンであるかですね。ああ、なるほど、うんうん、まあ、この前インスタで死ぬほど安いって言われてましたけどね正直な話、うん、あの僕らから考えると、うん、このサービスで高くチーム 7% の1500円は、うん、もう破格の安さです、まあ、それはもうね10年くらい前に僕が1回週さんとやり合ってますん でトレーディストの4万4000円1ヶ月、うんうんうん、元取れないです、うん、それはね、あの僕自身あのその方元取れないですって言い方があるけどね4万4000円っていうのは、うん、まあ、正直もう破格どころかもう原価割れですよね。まずあんまないですかね。僕は見たことない。まずそのサービスがない。ないですね。教えるっていうことをオンラインですることはありますけど、うん、あの他にもサービスがあります。ありますよ、それはある、はい、うん、だけど教えてもらったことをやってそのフィードバックに対してアドバイスをするっていうのをリアルタイムでするっていうことは、うん、そうそうそう、まあ多分サービスとしてできないっていうかやってないですね。ちょっと見たことないです、ね、まずできないですよまあ確かに
まず、うん、その講師の自分で言うのもあれなんで、これなんですけど。僕の言った方がいいかな、それ。全く見たことがないチャート。だから僕が見たことじゃないチャートです。初見ですよね。初見です。初見の相場のチャートね。それを、ダダダダダって言われた時に、うんうん、そこに対してミスがあったか、それとも、うん正しかったかとかを判断するわけです。そう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 。なので、うん、未来のチャートにはできないんでね、過去のチャート、売買指示になっちゃうので、うん、だからまあ終わったやつで見るんですけど、うん、でそうすると、そこでこういう分析ができましたね。うん、ここの分析外してましたねとか、うん、ここ見えてなかったですね。そうですね。こういうリスクをはらんでましたねとか、うん、これはこういう、これでいいんじゃないですかとかっていうようなアドバイスをするわけですね。うんはい、で、正しいトレードに導いていくと、うん。瞬間的にできないです。いやー、あれね、よくついてくなと思いましたね。誰かね、その受講者の発表に、うん、でしかもねその受講者がなんていうかな見えないところ、はい、見落としてるところを指摘とかもあったんでまあでも教えてること全てですからね、うん、いやね器用だなと思いながら見てましたけどねまあ器用だから真似できないからねいや本当いや僕はちょっとできんなと思った、うん、だから、うん、まあよく言われるのは人数増やしてほしいっていうような話で、うん、いや受講者の卒業生の人とかが、うん、まあその講師役でやってもらうのでもいいんじゃないですかって言われるんですけどあります、ねうん、まあ多分受講者の多くはもうごめんこもりますいやまあそうですよねはいもうできませんっていう、うん、でそれで自分でやった方がみたいなところあるじゃないですか受講者で卒業生になると、まあ、その時間を使ってトレードした方がいいわけじゃないですか。まあそれもあるし、うん、例えばじゃあマネー先生でやってんだから、うん、まあこの教えられたことをパクってね、うん、あ自分自身でやる、まあ、これは禁止してますけどなるほどなるほど、まあ、もちろんですけどね、うんはい、法令上も倫理上もおかしいので、うんでそれを自分自身で教えるっていうふうになる、うん、その方が生まれてもおかしくないじゃないですか確かにありえますね、はい、ありえますねでパクれないのはなぜかっていうと、うん、できないあなるほど、ね、そのメソッドをそのまま動画で話しすることはできるんですよ、ね、でそれは何回もパクられてます、うん、それは見たことはい、うん、大丈夫それは何回もパクられてるんですけど、うん、そうじゃなくてそのことを教えられないんですよ確かにな、はい、あそこに参入障壁があるとでも正直な話僕はメソッドに関しては全く価値がないと思ってますからああまあそうですね一応会社としては建前上そこは見せますけど、だけど基本的にそのメソッドその流れになってるテキストとか、うんまあ、そういうような考え方に関しては全く価値を見出してない、うんまあ、確かにその探して見つからない情報かと言われたら別に見つかりますからそうです、うん、組み合わせればできますできますからねそれもチーム 7% もトレーリスも同じ、まあ、一緒ですね、はい、チーム 7% に限ってはねほとんど言っちゃってますからそうですね。トレーディストに関しても、1万円払うと、プレ講座を受けられますけど、あそこ全部話してますから。喋ってますね。はい。うん、まあ、あれで納得できたら入ればいいんじゃないみたいな。うんうんうん、そういうスタイルですからね。はい、なんか知れると、そう、あ確かに。宣伝になってしまいました。宣伝するつもりはないんです。結局、そういう、もうサービスに圧倒的なお客さんへの付加価値が、できているものじゃないと、サブスクになれない。まあ、圧倒的っていうのを、ちょっと、この方向性を間違えたんだね。まあ、でも確かに圧倒的ではあった。あれじゃないですか。すごく、こう、CM にはなったと思いますけどね。まあ、CM にはなったんですけど、うん、まあ、ちょっとね、ちょっと浅いな。もしかして、こう、ダメなことを分かっていて、でもこれで、いろんなところのメディアが取り上げてくれて CM になるからっていうので、わざとやったとか。でもいいとは思いますけど、サブスクリプションっていうのは移行ってすごく難しいんですよね。でしょうね。はい、数年間売り上げが下がっちゃうので、うんうんうん、育ちきるまでがかなり大変ですし、うん、今までその単価で売っていたものをサブスクに変える、その変化だけでも同時並行でいくのか、一気に変えるのか。っていうのもかなり難しいところではあります。そうですね。まあ、テストケースでやるであったりとか、うん、例えば何人まで募集とか、うんうんうん、まあそういうような形で通常は進めることが多いんじゃないかなっていうふうに思います。うんうん、でもまあこういうサブスクリプションはいろんな形態があって、基本的にどの業種でも、もうほぼ 100% の業種でサブスクリプションは可能。特に一番親和性があるのは繰り返し使うもの。はいはい。こういう飲食であったりとか、うん、僕らの方がサービス、毎月のサービスだったりとか、うん、ずっと継続して使うものに関しては、例えば住宅のシロアリ駆除サービスであったり、植木の、ね、剪定だったりとか、床屋さん、美容師さん、オイル交換とかですかね。オイル、まあオイル交換、あれはまあ金額安すぎますね、うん。それよりかはどちらかといったら、車検とか全部含めた車1台、うんうんうん、車ずっと乗りたいんだったらサブスクリプション、うん、いつでもやめられる。部分的な所有ができる。ああ、なるほどね。とかね。なるほど、ね。まあ今最近トヨタもやってますけど。だそういうようなサービスはかなり親和性が高いかなって思いますね。うんうん、通常消費者っていうのは気に入ったら繰り返し使う。
まあそうですね、そこはもうその費用対効果があればずっと使い続けますから、はい、で洋服も一着一着に関してはあれだけど、ずっと着続けるものには変わりはないので、じゃあそのブランドが好きこのブランドが好きとか、まあ、言ったらそのブランド群ができたとして、うん、またコーディネーターがいて、うん、趣味に合うような服であったり、うん、年齢に合う服であったり、人に合うカラーで合わせたりとか、まあそういうようなものがもう勝手に届く。僕洋服はもう考えるのめんどくさいんで、うん、まさしくそういうサービスだったら絶対使いたいんですけど。おお、じゃあ常にちょっと体型を維持してもらえる、それだと。体型は維持できない。いやそれはさ、もう採寸して。採寸して。ゾゾスーツ的なあれで。ああ、微妙やな。なるほどね、考え方はいっぱいあるから、うん、まあ、オチもついたところで。まあ、そこでいきましょうか、まあ。ちょっと僕らもサブスクリプションやっているので、うん、まあ、一応僕らも研究はしているんで、うん、でそうすると、やっぱこれは、ちょっと、浅はかかな。でも、やりようによっては、あの業界でも十分、サブスクリプションも導入は可能で、うん、それの効果は非常に高いと思うんですね。そうですね。実験として非常に面白い記事だなと思って。これが、そうですね。今後も多分皆さんの周りに増えてくると思う。うん、そうですね。で、うん、その中での共通点であったりとか、差異であったりとか、まあそういうのを知りたければ、本当にサブスクリプションの本を読まれるのが一番ですね。うん。まあいろいろ出てますから。いろいろ出てます。もう中身の人たちはみんな苦労しているというのが分かると思います。はい、はい。